6月28日より、バンコクを含む計10県での規制強化または一部施設の閉鎖となりました。規制強化には飲食店の営業禁止が含まれ、私たちの日常にも影響が出ています。第3波は4月1日頃に発生したと言われています。バーやパブなどの娯楽施設でのクラスターが発覚し、休業命令が出されました。バンコク首都圏を中心に感染が拡大し、4月18日、規制が強化されました。4月26日、さらに規制が強化され、マスク着用が義務化されました。その後、店内飲食が禁止となりました。日々の感染者数の減少は見られない中、5月17日、店内飲食が再開となりました。6月14日にはさらなる営業再開施設が増えました。プラユット首相のこの名言には、タイ国内で様々な意見が飛び交っています。6月21日にはさらなる規制緩和となりましたが、翌日に病床逼迫の発表がされ、6月28日、再度店内飲食禁止に逆戻りとなりました。また、感染が拡大している建設現場の閉鎖も発表されています。現在、タイで承認されたワクチンはこちらの6種類となっています。6月28日現在のタイのワクチン接種状況です。ショッピングセンターの中にある接種会場です。レストラン街の一角に設置されたカウンターで受付を済ませ、順番が呼ばれるまでこちらの椅子で待機します。順番が呼ばれると上の階の接種会場を移動します。接種会場ではこのような順番で進んでいきます。第3波の収束と規制緩和、そしてワクチン接種が進み、少しでも早く日常を取り戻せることを心から願っています。